皆さんどうもこんにちは。打楽器の演奏家の島崎優斗です。検証してみようかなと思うことが一個ありまして、あのね、よく質問が来るんですよ。あの、僕ら東京パーカッションペディアっていう打楽器アンサンブル団体やってるんですけど、打楽器奏者の人って全員ドラム叩けんのっていうね、コメントとか質問よく来るんですよ。よく来るんですけど、それどうなんだろうっていうことで、まあ僕はね、分かってんだけど、そう、ドラム叩けるんですかってことで、今ちょうど、うちの奥さん市村ゆきと、松沢美希と、高橋ひろしと、まあ、僕の4人で撮ってたので、この4人でちょっとね、どんな感じかっていうのを皆さんに直接お見せしたいなと思います。よろしくお願いします。で、まあ、僕とひろしは叩けるじゃん。そうですね。ね。まあ、やってるもんね、ペディアでね。で、いっちゃんは、学生の時にやってた。そう、大学生の時にちょこっとだけやってたよね。本番もやってる、一応。うん、ミキは俺知らないよ。ミキはですね、中学の時やってたぐらいです。あ、やってた、ちょっとやってたの。え、じゃなんで企画倒れじゃん。けど、でも8ビートとか、8ビートみたいな、以上みたいな感じ。へー。じゃちょっとさ、ヒロシ今さ、じゃなんか叩いてみて。こんな動画あります。じゃちょっと軽く、なんか8ビート適当に。あ、はい。じゃあこれをいっちゃんとミキにもやってもらおう。はい。これ簡単だよね。8ビートは多分大丈夫。お、今抜けちゃった。あれ？あれ、こっちだけだ。だいぶ怪しいけど。はい、アウト。アウトか。交代でミキ。アウトだったよ。いや私、いや、もう頑張って。いや、俺もミキがドラム叩くの初めて見るわ。ちょっと待ってくださいね。これね。いっちゃんぐらいはできてるね。すごいじゃん。16ビートとかできる、例えば。何年ぶりぐらい？12年ぶりぐらい。すごっ。え、スイングとかは？スイングってなんか。で、そう、なんかちょっとできそうな気がする。なんか適当にやってれる？できないです。オッケーっていう感じか。いや、面白かった。はい、ということで、まあドラムね、できる人できない人いろいろいるんですけど、まあちょっとはできますぐらい。8ビートとか16ビートとかの基礎ぐらいはなんとなくみんなやったことあるし、まあ多分打楽器奏者の人だったらね、足加えるのもマルチパーカッションっていう携帯のアンサンブルじゃない、ソロとかで結構やるので、まあまあちょっとはできますよと。まあでも得意な人と不得意な人がいますよっていう話でした。はい、打楽器の演奏家の島崎優斗と、高橋宏と市村じゃない、島崎由紀と松沢美希の3人でした。ありがとうございました。